はい、皆さんこんにちは、サーバーアークス宮沢です。今日なんですけれども、ちょっとこのまだ eposさんのゲーミングヘッドセットを買ったので、ちょっとこれのご紹介をしたいなと思います。私ちょっとひょんなことからeposゼンハイザーさんの製品にどんどんこう寄せていっているんですけれども、ちょっとこのヘッドセットもeposさんの製品欲しいなといったところもちょっとあったので、このeposさんのですね H3 っていうのが、まあいわゆるこう入門機っぽいものだったので、ちょっとこれを買いました。定価は 13,800円ぐらいで買えるようです。私はちょっと Amazon アウトレットっていうところで1万以下だったかなで買えたので、まあそれでちょっと買わせてもらったっていう感じですね。これ買った理由の一つが、意外とゲーミング感があんまこうないというか、ちょっとこうオーバーイヤータイプのヘッドセットで黒なんで、なんかあんまりこう目立たなくて仕事でしてても違和感ないからっていうのもあって、これを買いました。色は白と黒がある感じですね。私が持ってるのは黒ですね。ちょっと画像を見ていきますが、こんな感じになっていて、ちょっと今やったんですけど、このマイクももちろんついています。接続方式は 3.5 ミリイヤホンジャックのタイプになっていて、いわゆるほとんどのデバイス、まあ、PC からゲーム機やったりとかで使うことができるっていうのが、まあいいところですね。ちょっとここで書いてある通りですね、さまざまなプラットフォーム、ゲーム機で使えるっていうことがあるので、まあ、まずは私これちょっと Apex で試したんですけども、結構音がちゃんと聞こえるので、なんかいいなと思いました。で、ちょっとこの後マイクは実際に皆さん聞いてもらおうと思いますが、マイクもそこそこいいっぽいっていう感じですね。で、フィット感も意外と悪くないですね。なんか値段がまあ、要はエントリー機だからちょっとどうかなとも、まあ正直思っていたんですけれども、なんかそんなこう、私メガネしてるんですけど、この締め付け感もそんなに強くなくて、意外とこう、何時間か Apex やってたんですけど、そのゲームしてもなんか違和感なく付けられていました。ここに書いてある通りでですね、調整もできますので、いろんな人に頭に合うようなサイズにはできるかなと思います。まあ、ノイキャン機能がついたマイクがついていて、こういう状態にして上げるとミュートされるような仕組みになっています。ちょっと後ほどお見せします。eposエンジニアードオーディオっていうふうに書いてあるので、まあ、かなりオーディオの品質もいいですよというような形になっています。で、白と黒がさっき言った通りありますというような感じですね。スタジオ品質のマイクと、ここの部分ですね。ちょっと一旦外しますが、ここの部分もかなりこう10段階ぐらいですかね、メモリがあって調整することができました。私は7番のところで合わせて使っていて、ちょうどいい感じになっています。で、ここもまあ柔らかい素材になっているので、硬い感じは全然ないですね。つけ心地はすごい良いですね。ゲームするときとかに音量の調整とかをするっていうのが必要があると思うんですよね。なんかこう、うるさすぎるとゲームに支障が出ちゃうんですけど、右側ですね。右側の方がダイヤルに丸い部分がなっていて、ここで音量の上げ下げができるようになっているので、PS4、PS5 とかそういったゲーム機だったときとかでもここで調整できるんで、まあ、そこは非常に便利なところになっています。さっき言ったゲームにももちろん作られているので、ゲームの音とかも結構クリアに聞こえるので、まあ、そこはやっぱ非常にいいところかなという感じですね。ちょっと Apex の話ばっかりしちゃうんですけど、結構ゲームのこう銃声とか、こう定位感とか、まあ全然あるので、足音がするとか、銃声があっちの方からするみたいなことも結構感じられることができるかなというような印象になっています。という感じになっていて、まあ結構シンプルですね。で、ちょっといろいろ書いてあるんですけれども、優れたオーディオはボディアーマーを超える力を発揮と、まあ、ペイトゥーウィンっていうやつですね。まあ、いいデバイスをやれば、その分勝てますよ、みたいな形になっています。まあ、密閉されているんで、外の音も遮音されるし、かなりいいですよ、というような形になっています。なんでこれ買ったのかって話もちょっとしていくんですけれども、まずこれはですね、接続が簡単にできるっていうのはまずこのモデル選んだ理由ですね。 3.5 ミリの普通になんかイヤホンジャックに挿すタイプで2種類あって、普通には1個挿すやつと、ちょっとこれ別の製品なんですけれども、こういうマイクとヘッドホン別の方に渡る二股のケーブルがついてくるので、割といろんなデバイスに試すことができます。私はこの AG03 挿すときはこういうタイプのもので挿しているんですけれども、ゲーム機だったら一本のもので挿しているっていう感じですね。で、ソフトウェアとか特になくて、プラグ&プレイで使えるような形になっています。もしかしたら eposH3 のハイブリッドとかっていうモデルになってくると、ソフトウェアで制御できる可能性はあります。で、このデバイスはマイクの取り外しとかは特にできなくても、ここについているものになっています。で、ちょっとここの技術データを見ていくんですけれども、まあ、このやつはやっぱ買いたいなと思った理由の一つが、重量がちょっと重いかなと思うんですけど、まあ、300g いかない重さなので、まあ、そんなにこうずっとつけてても意外ときつくないかなっていうぐらいですね。まあ、さっき言った通りゲーム仕様もそんなになんかつけてて、ああ、しんどいみたいなことは全然ならなかったかなと思って。ています。で、C って言うなら、まあ、ちょっと最近あったかくなってきたんで、若干ちょっと耳が熱いかなっていうぐらいですね。なんで、まあ、そこがちょっと気になるぐらいだったんで、まあ、そこ以外は特になんか問題なかったかなと思いました。という感じで、ちょっとざっと見ていきましたが、先にですね、もう一個ちょっとお話しておくと、このヘッドセット、さっき言った、今ミュートしてる状態なんですけど、アンミュートすることができるんですけれども、ここですね。
これもさ、今カチカチって言ってたと思うんですけど、こうちょっと倒すとカチカチするんで、倒したところの辺でミュート、ミュート解除がされるので、どこでミュートされたか分かんないみたいなことないように、ちゃんとここでカチってなるとミュートされてるっていうのが分かります。今オーディオの収録してるアプリの方でもそうなっているので、まあ、ちょっと喋りながらここも試していこうかなと思います。はい、というところで、じゃあこの後このままマイクを切り替えていきたいと思います。まあ、ちょっとミュートを解除しますね。はい、一旦じゃあこの後今収録用の MV7 からこの EPOS H3 に変えます。はい、皆さんこんにちは、サーバーワークス宮沢です。今 EPOS H3 の密閉型ゲーミングヘッドセットのマイクで話しています。どうでしょうか。指2本分ぐらいですかね、離れたところに置いていますが、どうでしょうか。ちょっと話してもいいかもしれないですね。下気味にしてもこれぐらいのところでも意外とちょうどいいのかなという印象ですね。ちょっと音は大きめな感じはしていますが、どうでしょうか。はい、ではですね、ここからミュートの感覚をちょっと皆さんに見てもらいたいと思いますので、ちょっとこっちを向きながらやりますね。ここで今話しながらやっていますが、まだここは聞こえています。あ、ここはまだミュートされていないですけど、ここから上に行くとミュートがされます。あーという感じですね。でここのクリック感があるところまで持っていくと、基本的にまあミュートがされるというような形になっていますので、配信とかゲームやってる時とかに離席する時とかも、まあ、まさにウェブ会議やってる時もそうなんですけど、ウェブ会議中で、あ、自分が話さなくていいなっていう時とかに、まあ、良くも悪くもこう環境音が入っちゃうような場合ですと、簡単にこうシュッとやってミュートできるっていうのも非常に良かったりしますし、逆にこう話さなきゃいけないっていう時は、あ、もしもしって言って話すことができます。ちょっと一旦またマイクを戻します。はい、ちょっとまた収録のマイク戻したんですけれども、さっき言った通りですね、ウェブ会議で話さなくていいとき、他の人が話してるときとかはマイクをこうミュートしておいて、あ、やっぱ話さなきゃと思ったら、あ、今これはですねっていうふうにやって話すことができます。もちろんちょっとこういうのが難しいっていう場合は、こうやるのが煩わしいとかっていう場合は、前回ですね別で動画出してると思うんですけれども、この USB の DAC タイプの3000円で買えるサウンドブラスターっていう機種のものなんですけれども、こういうのを使って手元のスイッチでミュート解除とかもできるんで、こういったものをなんか間にかませるっていうのも一個の方法かなと思ったりしますので、もちろんこれだけっていうのもできるんですけれども、こういったものを合わせるっていうのもいいのかなという気がしました。はい、というところで今日はですね、簡単ではありますが EPOS さんのですね H3 という、まあ本当になんかエントリーモデルでこうゲーミングヘッドセットを紹介しました。もちろんこうね、在宅でテレワークがあるのでこういったデバイス紹介してるんですけど、まあテレワークだけじゃなくてね、こうゲームでも使えて、まあまさにプライベートでも仕事でもどっちでも使えるっていうデバイスがやっぱ一番なんか費用対効果いいんじゃないのかなと思います。ぜひこういったものをチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、といったところで今日の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。